中林選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、展示タイムが良かったし、まあ、進入も枠なりで、まあ、楽なとこから起こせたんで、まあ、なんとかスタートは行ってと思ったけど、ちょっとあんまり早くないスタートで、まあ、恵まれましたね。はい、足的な評価としてはどうですか？まあ、前言から悪くないと思ってたんで、まあ、レースにはなるなとは思ってました。はい、まあ、あの自分バドミントンやってたんですけど、高校時代で、最近まだやりだして、まあ、5年ぐらい前からで、自分のバドミントンを月水土曜日やって、で最近中学校にちょっと教えに、まあ、外部コーチっていうことでちょっと、まあ、教えに行きたいなと思って、自分から学校に電話して。本当ですか？はい、でまあ来てくださいということだったんで、週3回ぐらいは行ってます。そのご自身のバドミントンも含めてもう相当やられてるってことですよね、1週間に。そうね、週5ぐらいはやってて、で日曜日にたまに大会に出るみたいな感じで。まあ、あのママさんバドミントンしてるような人とペア組んでやるんで、まあ、最近、まあ、ちょこちょこ勝ってますけどね。まあ、そんな僕のレベルに合わせて出たらペアの女の人が困るんで、まあ、ペアの女の人のレベルに合わせて出るから、はい、まあ、楽しんで試合してるって感じですね。まあ、楽しいですけどね。まあ、男子がいなくて女子だけしかいてなかったんですけど、まあ、なかなか教えるのも難しいけど、まあ、教えがいはあります。そうですね、もうこの1月20日で2歳になりますけど、はい、こんな若いおじいちゃんいますかと思って。まあ子供がね早く結婚したんで、まあ自分の息子の孫なんですけど、はい、お母さん似になったんで、自分、はい、息子の嫁さん似になったんで、まあ嫁さんがめちゃべっぴんさんで、全て 100% それを引き継いでものすごい可愛い孫になってますね。もうお孫さんってことはもう相当可愛がって。あ、もう相当可愛いですね、顔は。モデルにしたいような感じ。そうですね、まあ、バドミントンも、まあ、一生懸命頑張って、あの一人、まあ、ちっちゃい女の子でココロっていう名前の、ね、はいはい、女の子が、まあ、中学校を卒業して、はい、まあ、高校も頑張りたいって言ってるんで、まあ、その子にいろいろ自分のできる、まあ、テクニックとかフェイントとか、まあ、できるだけ教えてあげたいなとは思ってるんですけど。いや、全然疲れないですね。本当ですか？まあ、1日3箇所で7時間やったりとかもするんですけど、まあ、それでなんで痩せてないねんって話になるんですけどまあ、なんとか1等2本取れましたけど、まあ、3本4本狙って、あの勝率上げないといけないんで、なんとか頑張りたいと思います。はい。